広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらです。はい、こちらのレースを使って、簡単なアクセサリーを作ってみたいと思います。では早速どうぞ。早速始めていきたいと思います。先ほどご紹介しましたこちら61番のレースですね。このモチーフを、ハサミでカットします。はい、こんな感じで一つのモチーフに切り離しました。そしてヘアクリップの黄色を用意します。で、いつものように、こちらのレース表と裏あんまりないですけど、まあ、どっちか綺麗な方を、はい、見てこの真ん中のところにボンドをつけます。動きを出すために真ん中のこの中心のところだけにボンドをつけてください。そしてここにヘアクリップのところにペタッと貼って、まあ、10秒ぐらい 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒ぐらい押さえたら、はい、置いておきます。そしてこちら本当にちっちゃなプチリボンなんですけど、こちらを、裏側にボンドをつけます。はい、細かいので爪楊枝とか使っていただいてもいいかなと思います。そしてここに、このボンドはペタッと貼って位置が違うなと思ったらパッとずらして、使うことができますので、はい、便利です。そしてもう一つピンクの方ですね。黄色とピンクと水色っていう組み合わせがなんかこのパステルな感じがほんとちょっとこうテンションが上がる組み合わせなんじゃないかなと思って勝手に思っておりますが、こんな感じでちょっとリボンをこうずらしてやったりなんかすると、はい、これで完成です。こんな感じで出来上がりました。とっても簡単です。これからの時期小学校や、お休みが幼稚園なんかもお休みに入ると思うんですけど、貼り付けるだけですので、ぜひお子さんと一緒に楽しんで手作りやってみてください。広島手芸雑貨店レチェの向田でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。